プリクリー。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ゆうき30代です。さあ本日なんですが、皆さん、ハネクリボレベル6というモンスターご存知でしょうか。このモンスター診断で追加されたカードでございまして、ハネクリボモンスターになってるんですけども、これルール上なんとエレメンタルヒーローカードおよびフェイバリットカードとしても扱うということで、ありとあらゆる、まあ、ヒーローサポートを受けることができるというモンスターになってます。で、だからもうサーチが超簡単だし、なんか出し方もこいつ、自分の、召喚条件で出してくれるんで、めっちゃ簡単に出てくるんですよね。で、ハネクリボレベル6は、一旦に一度自分の手札フィールド、墓地のエレメンタルヒーロー融合モンスターを、か、または、ハネクリボを除外すると、手札墓地から特殊ができるよっていう効果。で、1番目の効果で、相手のモンスターの攻撃宣言時か、フィールドのモンスターの効果発動した時に、このカードをリリースして、そのモンスターを一旦破壊して、元々の攻撃用のバーンダメージを与えるよっていう、そういう効果になってます。だから、フレームウィングマンの、なんか、モンスター効果発動した時版みたいな感じの効果ですかね。あの、イメージ的には。で、ハネクリボレベル6さん、すごい簡単にアクセスができるので、この辺とかで、あとこの辺とか、でも。だから、一応、ピン出ししといたら活躍できるかなと思って、今回はヒーローデッキに入れました。で、ヒーローデッキのね、やっぱちょっと、デッキの枚数ってなんか膨らんじゃうんだよね。なんかさ、ヒーローデッキさ、40枚とかで回してる人いるけどさ、すごいなと思ってね、なんか俺やりたいこと詰め込んだら大体このぐらいの枚数なんだよね。まあでも別にこれでもね、別に強いんで全然。ヒーローって回るんですよ、余裕で。言うてエアーマンとかパリスとか、安定感結構あるんです、バイオンとか。割と初動になるモンスターがいっぱいいて。で、一回展開通れば、大体同じような盤面できるんでね。だから、まあ別に問題はないかなとは思っています。54枚とかでも全然回るんで。はい。で、まあ、フュージョンデスティニーとか、ウェイクアップとか使って、まあダークローとか、マスクチェンジとかで戦っていくみたいないつものヒーローですけども。はい。ハレクリボーがいるかどうかっていうのはかなり諸説あるけどね、正直。この一番のところが無効にはしないから、モンスター効果を。だから別に、いや、そんな強くないっていう。いう効果あるんですけど、なんか可愛いじゃん。はい。ということで使っていきたいと思います。やっていきましょう。デュエル。スタンバイ。あー、なるほど。割と悪くねえ反動してんじゃねえか、これ。とりあえずちょっと風男召喚。効果発動。うわっ。よし、それ、オッケー。ファリス。ファリス持ってきます。で、ファリスちゃん効果発動します、ディアボリックガイ捨てまして特殊召喚します。あ、これいつもの展開なんでね、この辺はいつも通りのヒーローだと思って見ていただければいいんですけど、ハネクリボーがヒーローモンスターだから、なんかほんといろんなとこからアクセスできるのよ。それがね、めちゃくちゃ面白くてね、それ見していきたいですね。さあ、ビジョンヒーローバイオンくんの効果を発動してハネクリボーレベル6を持ち送っていく。ヒーローなんて送れるんですね、これヒーローなんて送れるんですよ。で、ヒーローだから、こちらに除外して融合サーチってこともできます。あいつ面白いよな。ルール上ヒーローでありフェイバリットカードとしても扱うんで、本当にいろんな、あらゆる、ありとあらゆる角度から、一応サーチすることができますね。はい。で、クロスによって、ディアボリックを蘇生して、で、クロスガイの効果を起動しまして、エロメンタルヒーローを持ってきます。エロメンタルヒーロー誰とでもネオス持ってきて、で、一旦融合していいか。で、エアーマンと誰とでもネオス君を融合しまして、誰とでもネルオスと書いてね、誰とでもネオスっていう言われてました、デュエルリンクスでは。だから昔遊戯王デュエルリンクスってゲームではヒーローがなんか結構強かった割と時期があって、ヒーローっていうかネオスフュージョンですね。ネオスフュージョンっていうほど今誰も入れてないんじゃないかって言われてる、なんかネオスのガッと合体できるよみたいな融合魔法があるんですけど、あれがね、割とね強かった時代が実はありまして、その時がなんかブレイブネオスっていう、なんかレベル4以下のモンスターだったら誰とでも合体できますみたいな、ネオスとっていうね、なんかそういうヒーローがいるんですけど、それをネオスフュージョンでただ融合していくんですけど、その時にレベル4のモンスターがなんか何でも融合できそうにできるから、要するに愚かな枚数だったんですよね、レベル4以下のモンスターを。ネオスフュージョンっていうカードが、それでなんかネオスがありとあらゆるなんかその人外生物とかといっぱい合体するから誰とでもネオスって言われましたね。はい、あまりにも人外モンスターと合体しすぎて、なんかよくわからないなんか爬虫類族とかドラゴン族とかなんか獣戦族とかいろんなモンスターと合体してたんで、で
旦これはもう出しちゃっていいですね。サンライザーを除外して、うおー、クリクリー、ハニクリボーレベル6爆弾クリクリー。これはちょっと一応墓穴ケアしますか。墓穴ケアするためにウェイクアップとクロスガイを爆破して、で墓穴がねあれなんですよね。デスペニーをここでデスペニー自身割ってしまうと、あの相手のドロフェ墓穴でデスペニーが無力化されるっていう、まあ、弱点がありまして、まあちょっとダークエンジェルとかあるとね魔法カード無力化できるから墓穴とかはケアできたりするんだけど、さあこれで一応マスクチェンジでダークローになりますね。おー、ヘルカイザーか、ヘルカイザーか、なるほど、ヘルカイザー、どうしようかな、まあ、マスクチェンジからいきますかね。一応さ見ててください、俺の変身、うわっ、変身、キュイー、マスクのヒーローダークロー爆弾、かっこいい。そして最強、このカードがフィールド上に存在する限り相手の墓地を食らえるカードは墓地へは行かず全部除外される、つまりマクロコスモス、お前だけな、エマージェンシーサイバーいたろ、うわー、マスクのヒーロー、チェーン1エレメンタルヒーローシャドウミスト、そしてマスクヒーローダークローの効果を発動、相手の手札にカードが加わったため1枚ぶっ殺きます、うわー、ぱい、あおー、エマージェンシーゴエマージェンシーサイバー、引っこ抜いたのぶち抜いたな、で一応オネシスネウス持ってきておいて、さあどうする、マスクのヒーローダークローさんは除外されちゃうから結構辛いんじゃないの、あのデッキ意外と墓地にリソースあることがなんか意外と重要になってくるから、ね、オーバーロードフュージョンとか、サイバードラゴンネクステア、何サイバードラゴンネクステア、特攻受賞が別にいいか、墓地に何もいねえから特殊がされてよ、問題ねえ一切、そのモンスターはどうでも、結構今どうでもいい、機械複製術絶対ダメそれは絶対にダメ、絶対ダメです。これでうらら通る、うららが通らせてもろて、さすがにこれはあかんからこうするでしょってなってくると、もうリンクとかするしかないんじゃないこれ。しかもアナコンダしてオーバーロードとか無理だしね。てかなんならデスペニの効果で打点めっちゃ立ってる気がするけど、普通2100抜けないんじゃないかな。パワーボンディングね、やば強引に抜こうとしてきてるけどなるほどね。いやまあでもパワーボンドね、なんかそんなやばいモンスター出てこないかと思うから、多分大丈夫と思う。さあそんなやばいモンスターを出てこないと思われますが、これさあやっぱハネクリボーレベル6別にいらねえなキメラテックランページャゴンさんですね、はい、でキメラテックランページャゴンさん効果発動、だってこれさ対象、いやこれ別にだってこれ使えばいいもんないや、ハネクリボーレベル6、あでも一応バーンダメージ入るか、うおっ、ハネクリボーレベル6の効果と、まあ一応フェイバリットコンタクトの効果発動、これフェイバリットコンタクトだけでいいけどな、これ絶対この状態の場合は、フェイバリットコンタクトの効果によってで、エレメンタルヒーローシャイニング、ネオスウィングマンさんが一応出てきまして、これまあただシャイニングネオスウィングマンさん破壊するカードないっていう2100ダメージ、うお2100ダメージ、最強これ羽根っくりいりますかね、ヒーローあまりにも久しぶりすぎて、このダークエンジェルのなんかルート忘れちゃった。ダークエンジェルってどうやっていつもやってたんだっけ、なんかヤーマンとなんかファリスから行けんだっけ、これダーク、ディズニーヒーローダークエンジェルさんをさなんかぶん投げてさ相手の盤面に送りつけてなんか墓穴をさ無力化するやつあんじゃん。プラネットパスファインディングはちょっとうっとしいな、プラネットパスファインディングちょっとうっとしいな、これクシャトリだ、それともあれホルス、あークシャトリだっぽいな、なるほど、クシャトリだくんのパライゾスはオッケーです。まあユニコーンでぶち込むか、はい、ユニコーンね、了承、ユニコーンにはぶち込まざるを得ないですよ私、はい、なるほど、
フュージョンデスティニー一応一発あるんですけど、ちょっとフュージョンデスティニーで、まあ、ぶっちゃかれそうだな、これ。まあ、デスフェニーこれ2枚入れてないと、大体ぶち抜かれんですよね、クシャトリアユニコーン。はい。で、ユニコーンがぶち抜、ユニコーンが一応無効になって、で、バースが、やべえ、ちょっと待って。ちょ、これでフェンリル召喚はやめて。なんか召喚できないかも。召喚権使うと。大丈夫、もう召喚権。あぶねえ。オッケー。ってことは、でも逆に言うと、あの手札、割と、誘発とか抱えられてる可能性結構ありまして、どうすかな、これ一発ちょっとファリスから行くか。一発ファリスから行きますわ。ダークエンジェルをぶん投げて、で、特殊召喚 C の、で、ファリス効果発動 C の、で、ユニコーン発動 C の、で、ここで何抜かれるか問題が発生して、何が抜かれますか、私の草木から。まあですよね、まあそういうことなんですよ。まあそういうことなんですよね、そういうことなんですよね。で、これで、こうしまして、で、これなんか、なんか飛んでくの俺。あ、 G か、なるほど。ファレスに何で打たなかったの、まあ、G はちょっと一回決断確定させてもらって、はい。で、特殊バイオン、シャドウミスト、どうすかこれ、こうする、で、こうする、ほんで、ちょっと待って、これで、バイオンがなんかあんな、まだなんかあんな、まだなんかあんだよな。なんかあるんですよ、相手。お相手し。何ですかね、これ。うららかな、うららくせえよな。まあ、一応、エマージェンシーコール取ってはあるんだけど、ただ、ちょうららとなってくると、ちょっとケアが。エマージェンシーコールでは別にケアはできないみたいな話だけど。で、シャドウミスの効果。うららだとした場合は、だから、そうだね。まあ、これはリキッドマン。ネゴスかどっちかだな。まあでもちょリキッドマンにしとくか一応。で、効果発動、ウララだったら多分ここ打ってくると思うんだよね。だから基本的に、ね、ヒーローって融合サーチ止まると大体展開止まるんですよ、基本的には。なんで、あ、そうだよね、やっぱりな、だと思った。はい、了解です、了承でございました、了承でございました。では、エマージェンシーコール発動して、エアーマン持ってきて、で、エアーマンを召喚させてもらって、もうなんかまだなんかあんな。あー、これバースか。バースはいいや、別に。あ、オッケーオッケー、了解。バースはオッケーです。バースはオッケー。で、なんかめっちゃ除外されて、で、まあ、召喚して、ちょ、こちらで、ブルーディー持ってきちゃえばいいか、もう。ブルーディー持ってきて、で、3枚をしょって、ま、これ、これ、これ、全部リリース。うわっ、デステリーヒーロー、ブルーディー爆弾、そしてブルーディーの効果、相手のクシャトリアユニコーンを吸収、さらに、うわ、フュージョンデスティニー発動、フュージョンデスティニーの効果により、デッキのダイナマイトとディアボリックを持ち送り、現れろ、デスティニーヒーロー、デストピアガイ。久しぶりに出したの、デストピアガイ、めちゃくちゃ久しぶりに出した。ほんで、ダイナマイトガイの効果を発動、ダイナマイトガイによって打点を1000ポイントアップ、さらに自分の墓地のデスティニーヒーロー、ディアボリックガイの効果を発動、アナザーディアボリックガイを特殊召喚。実はもうこれ勝ってるって説ない。うわー、あと250足りねー、惜しすぎる、あと250やった。まあそうっすね。であるならば、一旦バトルするしかないか。バトルでぶん殴っていく。で、ぶん殴っていく。ぶん殴っていく。OK。残りライフ250。250。ガンマンライン来た。ちょっと待って。どうすっから。ちょっと待って。あれ剥がしてるか。バースだけ剥がしてるか。バース破壊して、
まあ、ブルーディーいたらさすがにでもなんかなんとかあるんだろう。ブルーディーあったら相手乱暴できるんでしょこれ。クロスガイ出してもあんまりねえか。エンド。クロスガイ出してもあんまり意味ない説ある。いやなんかサーチできたらもうガンジャったか。特殊出すリリース拾う。いやあんまり見えな。ブルーディーさん。くっそ。バトルフェイズは OK。 あーギリギリ耐えてる。じゃあギリギリ耐えてる。 OKOKOK。 はいはい、まあ、デッキトップ5枚はいいです。まあ、言うてね、バースは破壊しといたのは結構功を奏してるっていう説はあるね。じゃあで、あとトラップカード1枚で、なんか謎のカードが1枚 G とか裏とか被ってる感じなんかな。じゃああとの1枚はなんかそんな感じすんな。でそれは多分あのプリピアだよね。あと250削ればいいだけってことですよ。わ私は250削ればいいってことですね。250、なるほど。まあ、ちょっとエマージェンシーコール発動しますか。エマージェンシーコール発動しまして、でプリピア OK です。でこれトラップカード発動するとなんかあの手札を、除外されますよみたいな感じの効果ですね。はい。でこれはですね、てかこれ普通になんかネオス、ね、あのオネスティ持ってきて殴ったら勝ちっていう説はあるけどまあ一応こうしてでちょっとこれ召喚して、で、ね、エレメンタルヒーローリキッドマンの隠したとこかで召喚に成功した場合なんかエアーマンが特殊召喚できるとかいうヤバすぎる効果発動して、でエアーマンの効果を発動しデッキからヒーローを手札に加えることができるとかいう最強効果で、これ裏が来るか。ああオーガか。なるほど、オーガさん来る、オーガポン来る。でオーガポンの効果でフェイバリットコンタクトファリス、もうこれはどうでもいい。ネオス、ああいいよ全然何もどれでもいい。あーオネスティ、オネスティ、クソ許さねえ俺のオネスティネオスをクソ許さねえぞ。ギルさん、なぶり殺しにしてくれる。ファリスコがヒーローを、どっからどう見てもヒーローを墓地送って特殊召喚で、ファリスの効果を発動。ファリスの効果によってインクリースをセッティングで、インクリースの効果発動、インクリースによってディアボリックをリリースして、特殊召喚で効果発動で、さらにバイオンを特殊召喚で効果発動、ヒーローを墓地送ってよいしょで、バイオンの効果は発動。バイオンの効果によって、まあ、バイオンでバイオンでいいか。バイオンを除外して融合を持ってくる。OK。そして、一旦クロスガイしに行くしかないね。クロスガイ出しに行く。ヒーローモンスターに対して、リンク召喚クロスガイ。で、クロスガイの効果発動。デステレヒーローモンスターを墓地から特殊召喚。あ、ディストップ。ディストピアガイいけんのこれ。ディストピアガイ特殊召喚、ディストピアガイ、あこうか、え、あえ、あこれさっきのターンこれやったらもしかして勝ってな俺。うわめちゃくちゃ被ってる。まあマライブである分だけいいか。シャドウミストきすぎなんだよお前。そんなに手札に来てもそんなに仕事ないから今一回黙ってほしいわ。でも言うてね、まあファリス君のコストになったりして。トイボックスだ、出たトイボックス。うわトイボックス、ちょっとこれ俺3枚あったから一応どっかで使いたいと思ってるんですけど、このギミックはなんか白き森ギミックが来るまで大して言うてみたいな話されてましたけどね。ええ、まあ、トイボックス君ただ結構やってることは強い。あマジシャンソウルズね。あこの動きは結構強いよね。あのトイボックスで置いたモンスターをマジシャンソウルズのコストにしてドローしながらトイボックスの効果でなんかめっちゃモンスター出てくるみたいなさ、これは普通に強いよねやってること。これめっちゃ強いわ。さあトイソルジャーとトイタンクの効果を起動していく。トイタンク、トイソルジャーで、トイソルジャーが確か特殊召喚にするとなんか光属性レベル4持ってこれんだよな。あーなるほどね。おこれでなんかさ一回さエクゾディア揃えられたことあるんだよねエクゾディア揃えられたことあるんだよマジで。ガチでやばいこと起きたんだよな。
ビサスサンサーラね。なるほど。ああ、なるほどね。頭いいね。で、スキヤクのライトハートで、ああ、へえ、そういう展開もあんだね。なるほど。意味不明展開が始まってんな、これ。意味不展開きた。マナドゥムミーキュー。ミーキュー、はい。で、ミークちゃんが出てきて、ミークとライキハートで、あ、ドロドロゴン。へえ、なるほど。融合大王モンスター。なんだ、融合すんのか。誰だ。現在法スネークアイ。なるほど。なるほど。エボルドメガキレラ。なんだこのお子様ランチデッキ。なんでもあるだな。全ギミックの強いところ入ってるぞ、これ。お子様ランチデッキやんけ。エボルドアリオス。やばいやばい。進化の得意点やばいって。進化の得意点はやばい、普通に。やばい、ちょっとこれエボルカイザーラーズ出されるって。エボルドアリオス。なるほど。エボルダーアリオスでさらにエボルダーアリオスのを送ってレベルを4に変えていく。なるほど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 。そうするとエボルダーアリオスによってエボルカイザードルカもエクシー召喚されちゃうよと。あまりにも遅すぎるニビルギア来た。でライトハート、はい。さあトイタンクライトハートベルテアナコンダ来た。ベルティングアナコンダ来た。アナコンダ効果。あー、そういうことか。なるほど。融合スユーゴワクサ。スユーゴワクサドロドロゴンイリジョンオブカオス。あー、マギアさんやばい、強い。なんだこのデッキ強い。盤面クソ強い。ガチでやべえ。ちょっとくれイルカっすね。あ、なるほどね。確かにソウルズとか入ってるんだもんね。あ、で、こ得意点ってこと。うやばっ。ドルカドルカラーズマギアってことバカ強いやん。盤面強っ。いや、1、2、3、4、5、6、7、7妨害。7妨害やばいでしょ。7妨害はやばいわ。ちょっと待ってくれ。死ぬ、頼む、助けてくれ。あ、何この最強でいっけ。僕が考えたお子様ランチデッキやめろマジで。何枚コンボだよこのデッキ。メインデッキに死ぬほどゴミ入ってたけどなこのデッキ。マジで参りました。